俺たちの想像以上にみんなの意志は固い。遅らせることができただけでも上出来だ。そっちはどうだ。同志を見つけると言っていたが。こちらも反応が悪い。良くも悪くも彼らは内派一族だ。波の結束じゃない。そんな顔するな。こっちには内派イタチと何よりこの俺がいる。大丈夫だ、自信を持て。とにかくお前はもう少し内部をつついてみろ。俺は別の方法で。兄さん、おーい兄さん、こんなとこにいたんだね。探したよ。って、あれ、いよ、シスイさん。サスケ、どうしてここに。ねえ、二人で何話してたの。俺にも教えてよ。お前にはまだ早い。なんだよそれ、これだけの獣。許せサスケ、また今度だ。兄さんはいつもそれだよ。まったく、サスケをのけものにするなんてひどい兄さんだ。いいよサスケ、俺が教えてやる。本当？さすがシスイさん。実は俺とイタチのどっちが強いかって話をしててな。俺の方が強いっつうのにイタチが認めないんだよ。っていうかサスケだって分かってんだろ、俺の方が上だって。違う。確かにシスイさんは強いけど、でも兄さんの方が上に決まってる。そうか、俺の方が年上だし、普通に考えたら俺の方が。忍びに年は関係ないよ。でもな、俺はシャリンガン持ってるし。兄さんだってシャリンガンを持ってる。だからシスイさん相手でも負けない。そうだよね兄さん。シスイ、お前。ねえ兄さん、シスイさんより兄さんの方が強いよね。それは家族ってのはいいものだな。こいつらを見てると心底思う。これを一族の都合で崩させるわけにはいかない。どんな手を使ってでも俺は。シスイ、俺はそろそろ戻る。どうやら夕飯の時間らしい。それに明日の準備もあるしな。そういえば任務が入ってたっけ。お前、長くはならない任務だ。すぐに終わらせてくる。なあ頑張ってこいよ。こっちはこっちでいろいろやっておく。シスイさん、またね。おう。そう、どんな手を使ってでも止めてみせる。